脅威はなぜ蜀を守りきれなかったのか。兵法を託された天水の麒麟寺の誤算。脅威は蜀の末期の武将で、小説三国志演義では諸葛亮の後継者として大活躍をします。史実でも蜀の貴重な軍事が得意な武将として北伐に赴きますが、結局は蜀は滅びてしまいます。どうして脅威は蜀を守りきることができなかったのでしょうか。まずは脅威の人生から探っていきましょう。はじめは魏に仕えるも蜀に降伏。脅威は天水地方に生まれます。もともとは天水の四姓と呼ばれる豪族の出身でした。父は異民族討伐に従事していましたが、戦死してしまい母の手で育てられています。後に魏に仕えることになり、諸葛亮の北伐に対応することになります。その北伐の際、周囲の地域が次々に蜀に降伏してしまい、脅威も上司の武将から裏切りを疑われます。そのため城に帰ることができなくなり、やむを得ず蜀に降伏し仕えることになります。諸葛亮に高く評価され、蜀軍の軍事を担うが、国は衰退。脅威はその才能を諸葛亮に高く評価され、彼と共に北伐に従軍することになります。諸葛亮の死後も蜀で軍事を担い、大規模な北伐を計画します。しかし蜀の実権を握る魏は、内政と人材育成が先と大規模な北伐に反対し、脅威には大軍を預けませんでした。脅威が念願の北伐に繰り出すのは魏が亡くなった後でした。連年北伐を繰り返し、ある程度の戦果を上げますが、魏を脅かせるまでには至らず、蜀の国力は衰退していきます。そこに魏軍が来襲。脅威は剣客で魏軍を食い止めますが、当該が前人未到のルートで蜀に到達し、蜀は滅亡します。その後は商会と共に反乱を計画しますが失敗し、妻子ともに殺されてしまいます。脅威は奮闘しますが、結局は蜀は滅びてしまいました。なぜなのでしょうか。脅威が防衛に失敗した理由。1、賛同者が少なかった。諸葛亮に評価されたため軍事を担うことになりますが、慶州出身と益州出身の武将が多い蜀にとって脅威は戸様でした。ただ諸葛亮の後を継いだ荘園は北伐推進派だったため、脅威は重要されます。しかし荘園の死後は北伐推進派は少なくなり、脅威は孤立します。北伐もあまりに反対派が多く、結局は断念することになります。また朝廷内の人々とも関係がうまくいかず、生徒に戻ることはあまりありませんでした。脅威が防衛に失敗した理由。2、連年の北伐。諸葛亮も北伐を何度も敢行しましたが、脅威は西暦で253年から257年までなんと5年連続で北伐を実行しています。これは完全に国力を無視した戦いで、結果問わず蜀の人民は疲弊していきました。諸葛亮の後継者である荘園、魏はある程度守りの姿勢を取り国力を保ちましたが、それも不意にしてしまいました。脅威が防衛に失敗した理由。3、上司の劉禅に管理能力がなかった。当時の蜀の君主は劉備の息子劉禅です。前述した通り、諸葛亮の後を継いだ2人は蜀の国に混乱をもたらすことはありませんでしたし、劉禅も彼らの意見をよく聞いていました。そして劉禅には諸葛亮の遺言で当院が傍らにつけられ、宦官を重用したりする劉禅を抑えていました。また彼らがいる間は脅威も大規模な出兵はできませんでした。全てが崩れたのは彼らが亡くなった後です。脅威は連年の出兵をし、朝廷では宦官が力を持ち、脅威を追い落とそうと計画します。軍事と内政の担当者が揉めていては国がうまくいくはずもありません。本来ならば上司が間に立ち事態を収拾すべきですが、劉禅にはその能力はありませんでした。そしてその隙を魏に突かれ、蜀は滅んでしまいます。脅威最後の大博打。結局蜀は滅んでしまい、脅威は魏の商会に降伏します。商会は脅威を高く評価し、2人は懇意になります。商会は同じく蜀を滅ぼした当該を密告し逮捕させ、蜀での存在感を増していました。脅威はそんな商会の独立の野望を見抜き、一緒に反乱を起こすことを計画します。脅威は実は商会に魏の武将を殺させ、その後に商会も殺し、劉禅を再び迎え入れ蜀を復興させようという計画を立てていたのです。しかし魏の司馬将は商会の範囲を見抜いており、兵を向かわせました。商会は慌てて反乱に踏み切りますが失敗し殺され、その時脅威も一緒に殺されてしまいます。脅威は最後の大博打にも
結局は失敗してしまうのです。三国志ライター三浦の独り言。姜維は有能な人物でしたが、自分の計画を実行する能力が足りていなかったのでしょう。実際計画は完璧で自信満々でも失敗してしまう人はいて、その原因は大抵は周囲との連携不足です。やはり何かを実行しようとするなら周囲への根回しは大事なのでしょうね。